はい、水谷翔太です。この部分一般的には喋ってない体の秘密や可能性を楽しく紹介するかと思っております。はい、本日のテーマなんですけども、足の速い人の走り方についてですね、紹介したいと思っております。まあ、速く走るっていうとね、まあ、いろんな要素があります。正直。もう一度動画でもね、いくつも紹介させてもらってますけど、まあ、肩甲骨の使い方から鎖骨の使い方、前鋸筋の使い方、もちろんですね、大腰筋の使い方、内転筋の使い方、股関節の使い方とかね、いっぱいあるんですけども、その中でも今回紹介させてもらうのは、割と根幹の部分、ベースの部分です。まあ、例えばですね、足が遅い人がいたとしたら、大体できたです。で、またですね、大体足の速い人でも、まあ、調子のいい時と悪い時ってありますよね。速い日、遅い日ってあると思うんですけども、調子が悪い時は、こっち寄りになってます。今回紹介させてもらう部分が、悪くなると、大体調子悪くなります。良くなると、調子良くなります。っていうふうに、まあ、割といろんな走りの要素ってたくさんあって、まあ、例えば切り返しのスピードとか、足のどの角度に持ってくるかといっぱいあるんですけども、その中でも、ここ崩れると、まあそもそも速く走れないっていう場所になりますので、最後ね、しっかりと理解していただければと思っております。で、今回ですね、まず最初、ボードで紹介させていただいて、後半実際に実践で紹介させていただこうと思いますので、最後まで見てみたいと思います。では始めていきます。足が速い人の走り方、一体何が違うかってことですね。まあこちらが遅い人、こちらが速い人ですね。じゃあどこが違うかというと、ここです。接地の瞬間に使ってる筋肉が真逆だと。これがね、めちゃくちゃでかいです。まあ、どう真逆かというと、遅い人っていうのは前もも、大腿四頭筋で接地します。まあもちろん後ろも使いますよ。ちょっと図的に後ろ書いてませんけども、後ろも使ってるんですけども、比率が前ももが多いと思ってます。速い人っていうのは、こっちです。後ろのももの比率が多い。これも前使わないわけではないです。もちろん前も使ってるんですけども、比率的にこっちが多い。かなり多いですね。もも裏でハムストリングスって筋肉ですね。ハムストリングス、だいたい二頭筋、半腱半膜腰筋ですね。こっちがしっかりと効くと、速く走るし、前で設置すると遅くなるっていう感じですね。じゃあなんでそんなことが起こるかというと、まずですね、前ももの筋肉、大腿四頭筋って膝を伸ばす筋肉ですね。この硬いですね。この、こう、こういう筋肉なので、こういう筋肉が収縮すると、膝が伸びるんですね。膝が伸びるってことは、設置した瞬間に膝がこう伸びられるとブレーキがかかっちゃうんです。ガーンと。早く走れないですね。もうその時点でブレーキかかっちゃうので。じゃあ、ブレーキかからないように何とかしようと思うとどうするかというと、大体ね、膝をちょっとカクンって抜くんですよね。設置で言うと膝が崩れるっていう表現があると思うんですけども、そういう人っていうのは、ほぼほぼこうなってます。前ももでギュッてブレーキかかっちゃうんで、そのブレーキを緩和するために膝をカクって抜いちゃうんです。まあ、そうするとですね、ブレーキ線は減るんですけども、今度は、地面に圧がちゃんとかからなくなって、こう力がこう逃げちゃうんでね。こうぐしゃって潰れるような走りになっちゃうわけですよ。まあ、よくね、地面に力を強く伝えろってね、まあ、陸上ではよく言われると思うんですけども、まっすぐに垂直に蹴れとかね、よく言われると思うんですけども、それをしようとした時にすごいジレンマが出ちゃうわけですよ。まあ、さっきみたいにこうしっかりと地面を蹴ろうとして膝を前を伸ばすとブレーキにかかっちゃうし、だからといってブレーキを抜くと膝が崩れる。まあ、どっちにしても早く走れないという形になっちゃうんですね。で、こういった人も自覚してない場合があるんですよね。で、そういった場合に、もも裏俺使えてるけどな、みたいなね、思ってる方いてると思うんですけども、それっていうのは実はここで使ってるパターンの人が結構多いんですよね。股関節を後ろに蹴る。まあ、進展方向ですね。この股関節をクッと後ろに蹴る。こういう後ろに蹴るイメージでは、もも裏を使えてる。大体、ハムストリングスを使えてる。大臀筋を使えてるっていう人ですね。こういう人も、設置では、実は、ここがあんま使えてないってパターンがありまして、そうなると遅くなるんですね。じゃあ、速く走れる人、もしくは調子のいい時ってどうなってるかというと、設置の瞬間から、もも裏です。ここですね。ハムストリングスが働いてます。で、もちろん、蹴るのももも裏です。なので、まあ、こっからここまでが、まあ、スムーズにいくっていうのがもちろんですし、このもも裏の筋肉自体が、股関節を後ろに蹴る筋肉、プラス、膝を曲げる筋肉ですね。こうついてる筋肉なんです。こういく筋肉です。こうわかりますかね？この肩が曲がっていくような、こう曲がっていくような筋肉なんですけども、地面に足がついて固定されている場合、ここですね。ここが固定されていると、膝が伸びるんですよ。わかりますかね？ここからこう引っ張られるので、この肩が後ろに引かれるわけです。ぐっと。そうすると結果的に膝が伸びる。地面を押す力に変わるんですね。そうするとですね、この人は、強く地面を踏む。まあ、要はハムストリングスを使って膝を伸ばして地面を強く踏むっていう動きと、股関節を後ろに蹴るっていう、このアクセル成分が、矛盾が全くなくなるので、強く力入れれば入れるほど速く走れるんですよ。まあ、ちょっと、ね、実際に力むかどうかってまた別ですよ。別なんですけども、
矛盾が出ないってことですね。しっかりと設置するっていうことと、後ろに力を加えるってことが、同じなので、矛盾出ないですね。こっちの人は、しっかり力入れようとするとブレーキかかっちゃうし、ブレーキかけないようにしようとすると膝が抜けて力が抜けちゃうし、みたいな形で、すごく矛盾が出ちゃうんですけども、こっちは矛盾が出ないので、しっかりと地面に向けれるし、後ろに蹴るっていう形になってきます。なので、ここですね。ここがめちゃくちゃ大事だっていう形です。なので、特にこっちのイメージの人は、股関節を、ね、蹴るイメージが、まあ大体、ももを使ってるイメージが股関節を後ろに蹴り出す、もうこっちのイメージしかないことが、まあまあ多かったりとかします。で、こっちで蹴れる人、もも裏で地面を蹴れる人っていうのは、この垂直方向に、ね、圧を加えるイメージがある人っていうのはこっちなんですよね。よくね、垂直方向真下に、体の真下に設置しましょうとかね、よく言うと思うんですけども、あれをナチュラルにできる人っていうのは、こっちができてる人ですね。意識しないと、なんか難しくなるし、ぎこちないってなる人はですね、なんか、ももした、真下に設置したりとか、上に跳ねようとすると、なんか逆に進めないっていう人はですね、ここで設置してる人です。前ももで設置してる、前ももで設置して、膝を伸ばそうとしてる人は、まっすぐ設置したりとか、上に跳ねようとかね、バネを作ろうっていう動きと、前に進もうっていう動きが相反しちゃうので遅くなる。ももらで設置してる人っていうのは、しっかりとね、地面方向に力を伝えるっていう動きと、後ろに蹴り出すという動きは全くね、矛盾が出ないので、それがスムーズにできるという形になります。ので、とにかく、ここなんですね。もも裏で地面を押さえる感覚。こいつができるかどうかが、早いか遅いかに大きく関わっているということですね。しっかりと覚えていただければと思います。はい。そしたらね、実際に実践していきたいと思います。はい。そしたら最後に実践していきたいと思います。遅くなってしまう人っていうのは、設置の瞬間ですね。走ってて、設置の瞬間に、前ももに一瞬入ります。こうなっちゃうんですね。で、これを、しっかりとね、例えば、ブレーキ、しっかりと、ブレーキですね。しっかりと、こう、踏ん張ろう。指示して、バネを作ろうと思えば思うほどに、膝が伸びる方向に働くので、ブレーキがかかってしまって、ブレーキが取れる走り方になってしまいます。そうならないように、無意識に膝を、ちょっと抜くんですね。ブレーキを外すために。まあ、そうすると、どうしても地面の反発感じれなくなって、ちょっと抜けたような走りになっちゃうっていう形ですね。で、速い人っていうのはどうなってるかというと、設置の瞬間から、もも裏ですね。こっちで、入ってます。なので、設置の瞬間に、地面を強く踏むことですね。まあ、要は膝を伸ばすことと、股関節を後ろに蹴ることが、まあ、矛盾しないので、強く入れる。バネが出るっていう形になってきます。で、結構ですね、大きな違いで言うと、とにかく前ももで設置してる人の体のイメージ的に言うと、走ってる時に、もも裏を使ってるのは、こういうイメージなんですね。後ろに蹴る。後ろに蹴るイメージが強いのが、だいたい設置で、こうなる人の例です。だいたい後ろにこう蹴って、その後前に出すのに、膝が前に伸びて、まあよくね、前方にリーチしてはダメだよとかよく言われたりしますけども、まさにそんな感じで、蹴って、膝前で伸びて、ここでブレーキかかっちゃう。もしくは膝を抜く。みたいな感じの走り方になりやすいです。で、早く走る人は、このもも裏で入るんで、こう垂直方向に真下に入るようになるんですね。まあ、ここで設置しに行くと、まあ、結果的にここになるって感じですね。もも裏でここで設置しに行くのはめっちゃ難しいですね。ここだと前ももだと止めれるんですけど、ハムストリングスでここで肩横をコントロールするのって非常に難しくて、どうしても結果的にこの辺になると一番もも裏で設置しやすくなるので、まあ、結果として勝手にまあ垂直方向に入るって感じですね。で、蹴りつつ、しかも後ろにも蹴っていくって感じなので、イメージ的には、こういう要素。こういうイメージになるかなと。まあ、跳ね返ってくるような、こういうイメージになるかなと思います。遅い人、前ももに入りやすい人は、後ろに蹴るイメージが強いですね。こういうイメージで、崩れてる人が多くて、ちゃんとハムストリングスで設置できる人は、設置しつつ、股関節を進展方向に力を入れるんで、だいたいまあまあ、その順番に、地面の斜め下方向に力が入っているようなイメージになるっていうような違いになってきます。いきますかね。ちょっと分かりにくいかもしれませんけど、なんともついていければと思います。そしたらですね、具体的にですね、じゃあどういうふうに練習すればいいかってことですね、やっていこうと思うんですけど、まず、しっかりね、股関節でお辞儀していただいて、お辞儀したらハムストリングスもね、軽く伸びてる感覚が出ると思うので、ここで膝を一回コントロールするイメージを作ってみてください。前ももで地面をこう膝を屈伸するんじゃなくて、もも裏、こうですね、もも裏を使って、地面を踏んでる感覚をまずちょっとね、感覚として入れてみてください。で、なんとなく、あ、確かにもも裏で地面を押せるなって分かったら、体を伸ばした状態でも同じように、もも裏で軽く地面を押してみてください。こう前ももにこうやって、こっちでこうやって入らないように。
前ももにできるだけ入らないで、もも裏で膝をコントロールする。まあ、膝と股関節ですね。股関節も曲がり伸びてるんですけど、膝も曲がり伸びる。で、結果的に地面を真下にね、こう、もも裏で押してるような感覚が出てくれば OK って形ですね。膝でこう入る、前ももに入るんじゃなくて、もも裏で地面をしっかりと蹴る感覚、押さえる感覚が出るかなっていうのを、まあ、練習してみてください。で、できたら、今度はその感覚を使って、そのまま、その場で走ってみます。走る時も一緒で、この、もも裏で、しっかりと接する。前ももで接するんじゃなくて、もも裏で接する。で、いけたらそのまま前に走ってもらうっていう形ですね。で、いう感じになるかなと思います。まあ、もちろんね、スピード出してもらっても全然いいかなと思いますので、とにかくもも裏でまっすぐ接する。これですね、前ももで接するんじゃなくて、もも裏で接する。で、もも裏のイメージで言うと、こういうイメージじゃなくて、地面をこうやって押さえて、ちゃんと膝を伸ばす方向に、もも裏を使って走る。まあ、そこのイメージがしっかりと持てると、まあ、速く走るという形になってきますので、ぜひともやっていこうと思います。もちろんね、これは今走りでやってますけども、まあ、例えばテニスのこういうフットワークの時も、バスケのドライブとか、まあ、ラグビーのこうステップのこの瞬間とかですね、まあ、全部一緒ですよね。このもも裏でしっかりと設置して動けるかどうかっていうのがめちゃくちゃ大事になってきますので、まあ、とにかくですね、もも裏ですね。ここの場所でいかにこう地面をこうパチッと捉えられるかどうか、まあ、ここをですね、一回ですね、重視してやっていただければと思います。まあ、結構ね、動画撮ってもらうと慣れてくると多分見えるようになると思いますので、まあ、結構微妙だったりするんですね。まあ、大体膝ってちょっとね、軽く、こう設置走ってる時にちょっとだけこう曲がると思うんですけど、この曲がってる時に、こっちで入ってるのか、こっちで入ってるのかをね、まあ、ぜひ見てみてください。自分で動画撮ってもらって、この設置の瞬間に、こっちに入ってるんだなぁ、それとも、こっちで入ってるなーっていう人、こっちに入ってるなーっていう人、あると思います。でそれによってですね、まあ、調子の浮き沈みが結構あったりとか、まあ、そもそもね、早く走れない人は、多分ずっと前ままだと思いますので、そこをね、変えていただくのは、まず非常に大事かなと思っております。で、まあ、今回はね、あまり紹介できてないんですけども、もちろん、ハムストリングスが使いにくくなる原因も結構あるわけですよ。まあ、例えば、股関節がそもそも認識が薄いとか、骨盤が開いてしまってるとか、下体、お腹ですね。下腹部がうまく効いてない。横隔膜がうまく圧をかけれてないとか。例えば肩が上がってしまって、体が猫背になってしまって骨盤が下がってハムストリングスが使いにくいとかですね。まあ、肘が曲がって肩が引っ張られてるとかね。まあ、いろんな要素があったりとかしますので、もちろんね、その辺に関しても、アプローチというか、まあ、改善していく必要はもちろんあるんですけども、まあ、そちらに関してはですね、まあ、ちょっと別の動画でいろいろ紹介させてもらってますので、ハムストリングスももらを使いやすくする方法とかね、いろいろ紹介させてもらってますので、そちらの方で、ね、また見て、参考にしていただければと。持っております。まあ、ここからタイミングでさ、とにかくやってほしいのは、膝をもも裏でしっかりと地面を踏むっていう意味ですね。こうすると、前に行く動きと、後ろに、まあ、後ろに行ける動きと、しっかりと地面を踏む。ここが矛盾しない。ここですね、しっかりと理解していただければと思っております。はい、ということでね、今回はこれで入院させていただこうと思っております。いろいろ先ですね、Twitter、Instagram もやってますので、そちらもチェックフォローよろしくお願いいたします。もっと詳しく知りたいって方はですね、ゆるむ整体院のオンラインスクールの方も営業してますので、また概要欄の方から覗いていただければと思います。でゆるむ整体院自体はですね、大阪にありますので、ぜひ来ていただければですね、あなたのパフォーマンスを上げるきっかけに、必ずなると思いますので、ぜひともですね、私に会いに来ていただければと思っております。なかなか遠くできないって方はですね、Zoom 越しでのオンラインでの、トレーニング指導、施術もやってますので、またホームページの方から、覗いてみてください。ということで今回はこれで終了させていただきます。最後までご視聴していただきありがとうございました。